はようございます。寒いね。でもまだ雪降ってないよということで、今日は12月の13火曜日、うん、です。はい、ベスロンの長襦袢ですね。まだモスのモスリンの大人のモスリン出さなくていい感じですね。実は休ませておきたい、だいぶ傷んでるから。まあ外に長く出るんなら大人のモスリンかな。今日はスーパーで食材を買い物して台所に立ちたいんですよ。ちょっと作り置きをしておきたいので、台所に立ちやすい格好、買い物、スーパーでの買い物、ちょっと小雨がパラパラ降る中でも、まあさっとちょっと濡れても大丈夫な着物にしたいなということで、はい、静香さんのおばあちゃんの着物ですね。はい、ウールなんだけど化繊が多めの、紫なんだけど超細かい矢羽の、こちらの、まあ、雪すかしにも耐えうる超強いウールの着物にしようかと思っております。はい、まあ雪の時何を着るかっていうのはね、雪質にもよりますけどね。石川県の雪は最悪な雪なんですよ。ベタ雪だし、もう下からは水出るし、溶かすためにもうありとあらゆるとこから水浸したんですけれども、まあ、そんな時でも着れますね、このこういうのは。はい、まあ、モスの長襦袢も乾きやすいんでおすすめですよ。中にもしね水が入ったとしてもね、あらぬ方向から床から水が飛んでくるんで、まああとはちょっと短めに着ればいいかなっていう感じですね。あとはまあちょっと丈の底の高い草履にするか、まあブーツにしてしまうかっていう感じですかね、冬は。ただ冬の兼六園、冬じゃない兼六園でも玉砂利で最初の入り口めっちゃ坂が急なんでめっちゃ滑るんですよ。ちょっと草履だときついねぐらい滑るんですよ。なんで冬の兼六園もし行かれるんでしたら、ブーツおすすめです。着物であってもブーツちょっと無理ですね。私でもちょっと草履は無理かな。うん、そんな感じがします。ちょっと雨でもひどいからね、もう玉砂利がぬめぬめになっちゃってね。まあ、この動画を初めてすぐの時に、まあ全国には流れるじゃないですか、動画だから。その時にやっぱり質問が多かった中で、やっぱ足元が悪いとか天気が悪くって着物が着れないとか、まあ多かったですね。そんなの気にしてたらね、この町じゃ着物なんて着れやしないですよね。本当に。大体一日のどっかで雨降りますからね。趣味なんでしょうね、雨降るのっていうくらい降りますからね。雨の多分量が多いっていうわけじゃなくて、バラ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 もう漏れちゃうんですよね、お空から。ちょっとまた漏れちゃいましたみたいなそんな街ですよ。はい、そんな街でも着物で生きていってるんで、大丈夫ですよ。
濡れたら洗えばいいし、あんまり心配することはない。ただ柔らかい絹物は確かに着れる日っていうのは限られてますよね。着るときは気をつけなきゃいけないし、私が成人式だったときはものすごい大雪だったんです。本当にもう車も滑るぐらい運転しづらい日だったんですよ。もう片町の台湾の前の交差点なんて雪が山になってもうぐっちゃぐちゃでした。本当道も細くなってて、まあそこら辺で集まる会場だったんですけどね。うちの父親だったら多分連れて行けなかったと思う。ドライビングテクニックがないので。マネージャーだったし、マネージャー当時の車4駆だったんで平気だったんですけど、そうじゃなかったら大変だっただろうなと思いますよね。父親は楽してるよなと思いますよね。姉ちゃんの時はね、朝から全部足になって父ちゃんクタクタになってましたけど、私の成人式の時は大雪で大変だったんだけど、もう嫁に行ってたので全部の送り迎えはマネージャーがしてくれたので全然問題なく父ちゃんは楽してましたね。だから成人式の会場に旦那が送っていくというねそういう人生でございます。はい、で今日は、コキンドーさんの、アイズモメンのとても明るいこちらの黄色い帯を合わせて帯締め、この前も購入したんですけど、あまりに素敵な色で買ってしまいました。組花さんの、小桜組の、はい、南天でございます。ちょうどこれ出るこの子がねインスタに上がる前ですね。はい、ちょうど庭の南天の木の実がやっとなって、あ、なったんだ、今年すごいなるの遅くって、ならないのかな、枯れちゃったのかなって心配してたんですけど、で南天の木を見てこんな色の帯締めを締めたいなと思ってぼーっと見てたら、そういう本当に南天の色合いの帯締めが出てたので、ああ欲しいなと思って買わせていただいたという感じでございます。2つも一気に買っちゃってね、たまたま夏場はすごい速さですぐなくなったけど、たまたまあったんですよね。ルンルンって感じで、ちょっと赤っていう帯締めはあるんですけど、こういう濃い朱色みたいなのはなかったのですごい嬉しいですね。ろうけつ染めで染められた濃い糸だそうでございます。詳しくはよくわからないよくわからないのですが、そういう風に説明がありました。ただ本当に濃い色で素敵なんですよ。濃い色好きなんでね。やっぱ面積狭いんで、すごい薄いかすごい濃いの方が結構パキッと映えますよね。中間だとやっぱボヤーンとなっちゃうんで、今日はこのね新品の帯締めをして、楽しく大根の手羽元の煮物をしようかなと思っています。はい、大根と鶏の手羽元ですね。はい、よくみんなする煮物だよね。手羽元結構ね、皮
買いやすい価格なんでね、主婦の味方なんですけど、ご家庭の味方なんですけれども、かわいいですね。よく見せましょうか。はい、ここがちょっと淡い色で、この木の色とかが出てていいなと思うんですけれども、こんな感じでちょっと金糸が混ざってるんです。ほら、こういう糸でございます。こっち側がもうちょっと濃い色が続く感じで、本当に南天の木そのまんまの色合い、実がついてて木がなっててっていう色合いに見えますね。で、なんかテーマを書いてくださってるんで、すごく、あ、ちょうどそういうの欲しかったと思ってなんかね、嬉しかったんですわ。はい、ちょっとお祭り、トントン着物祭りの後、ちょくちょく買い物してますね、私。で、まあいろんな、多分いろんなところでこの小桜組の組み方はあると思うんですけれども、組花さんの小桜組、細くてとても使いやすいですね。私は15センチ幅の帯が多いので、特に あの細い方が、若い時はね、太いの結構好きでアンティークな感じでしてたんですけど、今はもう細い方があのバランス取りやすいかなっていう感じになってまして、まあ、帯も結構木綿の帯で可愛いのが多いので、帯締めはちょっとシンプルに細いので色がしっかり入る感じがいいかなと思って、はい、こんな感じでございます。あ、素敵ですね。はい、この近づくと可愛さが、あ、可愛いね、ちっちゃいからさ、細いしちっちゃいから可愛すぎなくていいですよね。ずっと長く使えそうで嬉しいでございますね。そんなにね、ボコッとなんなくて、で、あのコトコトしてるんで、あのズルンって滑り落ちにくくって、小桜組って、使いやすい帯締めだなと思いますね。あのモタハンさんで作ってるあの商品であります、いつも使ってるヒビヒモも本当に滑り落ちにくいんですけれども、それと並んでという感じでございます。はい、かわいいです、ポコポコしてて。はい、今日は手ぬぐい半襟はもう長い間使ってますね。猫の、畳猫の浜文様さんの手ぬぐい半襟ですね。それにリサイクルで着物オフさんで見つけたベスロンの生地を、富士工房さんにお仕立てしてもらった長襦袢なので、まあ新品ですね。いわゆる自分のおあつらえの長襦袢になってます、この子は。で、着物は、静香さんのおばあさんのお着物なんですけれども、広襟だったんでちょっとここが分厚かったんですけど、ここちょっと厚すぎたので、自分の中で勝手にもうちょっとカットさせていただいて、バチに縫い直して、あの縫い直してって、そんな適当に雑に粗く留めただけなんですよ。それなんですけど、あのやって、あの普段に私が使いやすいようにちょっと直させていただいたものでございます。その方が、まあ、あのウールなんでちょっと滑るので膨らみますし、この生地そんなにあの薄くないので、その方が私には使い勝手がいいかなっていう感じで使っております。ありがとうございます。小さな細かな矢羽根柄が可愛いですよね。はい、で
ね、ほんと紫の矢羽根ってみんな好きだけど、大きいとなんかドリフみたいな感じになっちゃうから、なんかこういう小ささだと大人でも使えていいよねって思いますよね。はい、で帯が、胡錦涛さんの帯でございます。山田さんの方の会津木綿です。作って、あの会津木綿でできた裏表会津木綿ですね。半幅帯でございます。明るい明るい黄色でございます。はい、私は割にこう明るい色の帯とかは得意というか割に好きなんですけれどもね、着物結構地味なんかちょっと濁った色の着物とかにはパキッと明るい帯があったりするんですけどね。でなのでそれに負けず劣らずの帯締めが結構必要で、いい色ですね。はい、朱色の濃い色がここにも出ておりますけれども、グラデーションで素敵な感じになってますけど、グラデーションもいいですね。うん、一色でパキっていうのもいいですけど、逆にまああんまり色がないのでここに色が入るといいなと思いますね。はい、難点でございます。はい、足袋が一番派手かもね。はい、格子でございます。こちらは、恵比寿旅さんのオーダーしていただい作っていただいた寝る旅でございます。恵比寿旅さん赤い底ができたそうなんですけど、ネルに関しては赤い底ないそうでございます。普通だけだそうでございます。この間連絡が来て、ああそうなんだって言うんで、じゃあ普通のだけ赤にしてくださいって言って、まあそうだよね、もともと沖縄のその踊りで赤底を使うそうなんです。それで仕入れれたそうなので、沖縄で寝る底ってないよなってあんまそんな踊りにそんな千年路なきっとな多分なみたいな感じですけどね。はい、でかんざしはこんな感じです。ちょっとね水引きかんざしの色と帯締めの色似てるかなと思って合わせて、でシュシュはちょっと今日地味にしたくって、プランプルナマさんのシュシュにしました。今日こんな感じで過ごしたいと思います。はい、もう至ってもうなんていうかな、本当にどこからどう見ても家でお母さんの着物という感じなんですけれども、まあ今日はそういう感じでございます。昨日久しぶりに息子が家に入ってきて、ちょっと、まあ、タイヤを持ってきたりとか、風呂入るわって言って帰っていったんですけど、まあ家の少しお話しして、うん、まあ元気そうでよかったなと思って、やっぱりちょっと顔だけ見るだけだとちょっと心配になる時もあって、なんかうんうん、ちょっと顔お話できて、いつもの感じで元気そうにおってよかったなという感じですね。はい、思って、でまあいろいろ冷凍のもの持ってっちゃったんで、まあじゃあ作ろうかなみたいな感じですね。おかずをね、今いっぱい一回でいっぱいできちゃうんで、煮物なんでね、私作るものってで食べきれないんで、ジップロックに何個かに分けて冷凍しちゃってるんですけど、それを持っていったのでじゃあ作ろうかなみたいな。まあなんかね、秋の初めの頃はよく使ってたんですけど、この時期になるとね、正直鍋ばっかりしてね、あんまりになんか煮物作ってもあんま減らなくて、冷凍の中の時空を超えて私を手伝うコーナーがあるんですけれども、そこがなかなか減らなくて寂しいなと思ってたので、まあ持ってってくれてちょうどよかったかなっていう感じでしたね。はい、あんまりそういうお土産ってのはないんかなと思うんですけどね、パンとかね、パン屋なんでね、冷凍庫にパンがいっぱいあったりするので、それは切らさないようにしてたりするんで、はい、なんかいろいろしてましたね。はい、元気そうでよかったわ、ほんと。この間なんだ、シャツもズボンも全部裏返しで、前も後ろも間違えて全部間違えて着てたとかいう話をしてましたな。でも生きてるから大丈夫って言ってたな本当に、あーやっとるなと思って、服の裏返し前後ろ逆にする遺伝が強いんですよね。
マネージャーがそうなんですよね。結構ハイネックの服とかね、ここにタグが見えてたり、あ、全部逆じゃん、裏表逆で前後ろ逆で表にタグ出てるじゃんっていうのとかをよくやらかす人なので、最近あんまハイネック着ないんであんまないのかな。うん、ハイネックの時は一番確率が高いんですけど、でもそういうことをする子っていうのはそういうことをし続けるんですよね。女の子でもやっぱり働いてる子で、こっち側にね胸のタグが出てる子で後ろ前逆になってる子とか、エプロンをポッケがあるのに裏と思って逆にして結んでたりする子とか、やっぱりね帽子裏返してたりとか、その子はずっとそんな感じでしたね。やっぱそういうのがあんま気にしないタイプの人っていうのはやっぱいるんだなというふうに思いますけど、まあ、マネージャーがそうなので、まあ、息子も結構そうなんです。ひどいんですよね。私はそういうところをすごく気をつけて、ちっちゃい頃から着るタイプの人なので、まあまあそういうことめったないんですけれども、まあまあやらかしてたみたいですね。それでもまあ着物だとね、前後ろ逆には着れないんでね、ほっとしてますよ、マネージャー着物着てると。逆には着ないだろうっていうね、安心感はありますよね。さすがにね、掛け合わせなんでね、こう逆に掛け合わせて着ることなんてできないんでね。でね、裏返ししたら相当な縫い代も丸見えなんで、っていうかかけてあるのがもう表なのでね、そのまま着れば普通ね、やっぱ多分ね服ってこうかぶるんで、かぶった時になんかぐちゃぐちゃして裏返しに なったりならなかったりするのかな、わかんないんだけどね、なったことないからわかんないけど、なんのかなと思いますけど、着物はこう肩にかけて着るのでそういうことがないのかなというふうに思いますね。な、着物だと安心感が半端ないです。で、まあそうです、マネージャーも普段家で、仕事を仕事は会社でももちろんするんですけど、パン作ったりする時もあるんですけど、おおむねその社長としてやらなきゃいけないパソコン業務っていうのはおおむね大体は終わらないので、いつも家でも仕事をしている人なんですけど、まあ常にしたい時にずっとしてる人なんですけど、そういう時に着る服っていうのがやっぱ年々やっぱりちょっとしんどいっつんで、ズボン、私が作ったねダボダボのズボンをマネージャーも袴ズボンとか履いてるんですけど、上がもう相当やっぱりボロボロになってきて、ちょっともう買い替えんなんな、さすがにみたいなね。言うてもまあもう洋服で外はほとんど出ないんだけどねっていう感じなんですけど、私よりは出るかなって。私はもう吉田のとこ行く時しか、要するに整体の時しか洋服では外に出ない。うん、多分あとはそうですね、よっぽどのなんか胃痛を起こしてとかの、もう要はこう開いてポンポンポンって当ててもらわないといけないぐらい体調が悪いとか、そういう時だったら洋服になっているんだろうなとは思うんですけど、基本的には着物なので、私ももう気づいたら相当上がボロボロになってて、下はその自分で作った袴パンツとかモンペを作ったのであったんですけど、上がボロボロ問題。特に冬場はさ、やっぱさ、ふんわりした生地だから余計ボロボロなってんだよね。ちょっとあまりにもなとかっていうのと、あと袖がキュッとなってるのがもう苦手だったので、それでなんかね、この間も一着買ったんですけど、ちょっとなんかなと思って、もうちょっと普通のが欲しいかなと思って、2着ほど新しい上着を昨日買ったんですよ。久しぶりだったな、本当。普通の服屋さんで服を見るっていうのは、前エプロンしか見てなかったんでね、久しぶりでしたけど、
気づいたら周りめっちゃ人がいて恥ずかしかったですけどね。でまああの着物で行くのでね、なんかねちょっと微妙な感じですけどね。多分似合うかな。でもねやっぱね、昔だったらベージュとかまあグレーとか楽だから選んでたりとかしてたと思うんですけど、さすがにねやっぱ着物でベージュのセーターとか当てると、寝巻きに見えるなみたいなね。ちょっとやっぱ色付きに変わってましたね。はい、そんな感じでしたね。ちょっと洋服も派手になっていってるのかもしれない疑惑でございます。はい、まあまあ私の洋服姿は見せることはないと思うんですけれども、たまに買ったぞという話でございました。はい、まあそんな感じですかね。はい、ね、買い物して、ご飯作りたいと思います。はい、こんな感じでございます。日々の着物生活でございますのでね、基本的には、そうですね、台所立ちやすい格好ってなると冬場ウールが一番本当は楽なんだろうなーって。ウールとか木綿とかちょっと厚手の木綿になると思うのでね、そうなってくるとウールは本当に必需品になりますね。うん、そうですね。一応まあ合わせの紡ぎもあるんですけれども、合わせの紡ぎを着るほど寒い台所でもないですし、気使うし、やっぱりウールの方が楽かなっていうのはありますね。はい、まあ、ウールも枯渇資源になってしまいましたね。どんどん作られるところは減りましたし、今もう西陣ウールぐらいしか作られてないんじゃないかな。洋服のウールも本当にいいウールはほとんど作られなくなってきてまして、めちゃめちゃウールって昔から生地高いんですけど、さらにちょっとかゆくない、洗濯もしやすいようなチリチリならないようなウールってなるとさらに高くなりましたね。そしてなかなかいいものに出会えない、お金があっても買えないっていうような時代になってくるのかなというふうに思いますので、もしリサイクルショップでねウールの着物見つけて、自分のサイズのがあるんだったら大事に着られたらいいかと思いますし、またそうですね、所持法ですよね。虫が来るか来ないかの問題なんですけど、私は基本的にウールの着物に虫が来たことが一度もないんですよね。まあ気づかないだけなのか問題はあるんですけれども、虫が来て穴が開くというよりも単純にここが負荷がかかって透けてくるっていう感じなんですよね。でもやっぱりウールと絹物はだいぶ距離を空けて置いております。まあ私はこの段にウール、一番上の方にウール置いてるんですけれども、下にも置いてますけど、まあ絹物はここら辺でだいぶ距離を空けて置いてあったりしますし、本当にいいものはここの段に入れてるんですけれども、そこの段にはウールは入ってなくて、どか下の方には少しウール入ってるかな、下の方の段には段を変えてるっていうぐらいなのと、まあ、あとはその家の虫が入ってきやすいか湿気があるかどうかでだいぶ生地の持ちようが変わってきますので、もともと割にそうですね、こう結構虫が入りやすいなっていうお家でしたら、湿気も来やすいなっていうお家でしたら、防虫剤入れて、密閉してしまって、たまに蓋を開けて通気を良くしてカビ生えないようにするっていうのがね、洗濯機止まったねいいと思うんですけれども、それぞれでございます。これ本当床暖の家の本当にありがたいとこなのですけれども、まあ、虫がまあ湧かないんですよね。ずっと乾燥してるからだと思うんですけど、ただまあ乾燥はするんですよね結構。なんで人間的には喉がやられやすいっていうのはあるんですけれども、まあでも着物を所持するには非常に所持しやすいお家なので、なのでこういう感じでズバーッと置きっぱなしにしてるんですけれども、
普通だったらもうちょっと防虫剤入れたりとか、湿気取り入れたりとかいろいろしなきゃいけないかなという感じはします。はい、な感じですね。ちなみにまあ木綿の着物とモスのな、あ、木綿の長襦袢とモスの長襦袢別一緒にしとっても何も問題なかったですね。はい、絹じゃないんでねっていうのはありますね。はい、な感じでございます。まああとはよく着ることですね。よく着てあげて、いつも出してあげると着物は生きますのでね。うん、大事にするっていうのは大事にしまって片付けて永遠に見えないようにするのではなくて、いつも 見れるようにいつも着れるようにしてあげることが大事にすることかなと思うんで、特別な日に着る着物ではないのであれば、そういうふうにしょっちゅう着てあげたらいいと思いますし、あとはまあ私にも言えることなんですけど、所有しすぎには気をつけた方がいいと思います。それが一番多分ね、着物をダメにしたり虫食わせる原因になるんですよね。やはり多すぎるのは良くないですね、何に対しても。なんでこうウールもまあこっからここで埋まる一段で私埋まるようにしてて、でその後ちょっといただいたので少し1枚はみ出てるのかな、うん、でも1枚ちょっともう買ったやつでだいぶもう傷んでたりして、これはちょっともう着れないなとかっていうのがあるので、それと交換してしまおうかなとか、交換したやつは一番上に行くんですよね。一番上の届かないとこに行って、まあなんかエプロンになったりとかしていくんだろうなっていうね、宿題が山ほどずっとあるんですけれども、そうやってこう常にこのシーズン大事に着ようっていうのはこう決まった分量にしとくのがいいのかなというふうに思いますね。なかなかうまくいかないんですけど、実際私もねこれでうまくやってたんですけど、まあ一番の誤算はマネージャーの場所が必要になったっていうことですよね。ここね一番使いやすいところじゃないとマネージャーぐちゃぐちゃにするんでね、子供なんでねちゃんといい場所にしとかんと怒るんでね、いい場所にしてあげとるんやけど、それもあるのと、そのこの前ちょっと着物祭りで購入した着物が届いたら多分入らなくなってくるので、どこかここら辺にね一個ね空の多頭紙ばっかり置いてある入れてるね棚があるんですよ。実は多頭紙も大事に取ってるのがあって、使ってないやつとかが、でそういうのをちょっとずらして、まあ絹物をこっちに入れるかしてっていうふうに考えておりますね。はい、あ、ここ悩みどころなんですけどね、この棚に入れると着にくくなるんですよね。これは悩みますね。羽織物っていうのはシュッと抜きたいんで置いときたかったりとか、まあいろいろありますけどね。でも多分紬系をタンスに入れるっていうのがになってくるのかなっていう感じはしますね。ここはやっぱり太もの系をバッと揃えて、あと羽織物を揃えてっていう風になっていくのかなと思いますけど、まあ、ちょっと置けなくなってきたと、さすがにという感じで、まあいろいろ私も悩んでおります。もう皆さんと同じでございます。やっちゃいましたねっていうやつですね。はい、な感じで今日も過ごしたいと思います。はい、それではまあ今日はお母ちゃんをしたいかなと思いますね。なんての花言葉がとても素敵でした。はい、お調べください。あ、いい花言葉だなと思いましたね。そうありたいなと思います。はい、そんな感じで今日は過ごしたいと思います。それでは皆様良い一日を。
揺れとる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 。ちょっと待って。揺れとる揺れとる。もうちょっとこっち来て。え？こういうことですか？うん。あ。はい。トベちゃんが完全に後ろになっちゃってる。揺れとる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 。どっちだ？揺れとる揺れとる。でも揺れとる揺れとる揺れとる。チャンネル登録はこちら。